もう最近はお持ち帰りというのがすっかり主流になってきている感じがありますけどね、まあ、各お店もいかに趣向を凝らしてお客さんを引きつけるからというところでね、今日はこのユニークな専門店の今年これからブームになるかもしれないというテイクアウトメニューをご紹介します。すごい大きなエビ。こだわりの味を追求、豊富な品揃えにきっと満足するはず。すごいスパイスが効いてます。ガツンときますね。今年ブレイク間違いなしの未体験の味に、映えること間違いなし、海の幸を満喫。続々オープンするこだわりのユニークな専門店特集です。まずはブレイク寸前のグルメからご紹介します。隅川駅の近くにやってきています。今年ブームになりそうなグルメの専門店がこの近くにあるそうなんですが、あれ、もしかしてあれかな。北海道のグルメ情報雑誌でも特集が組まれるほど今注目のグルメ、その正体とは。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。こちらに今年ブレイクするであろうグルメがあると聞いたんですけど、何の専門店ですか？はい、うちはビリヤニの専門店になります。ん？ビリヤニ？ビリヤード？ビリヤニって何だろう？ビリヤードじゃない？ビリヤニって知っています？そのビリヤニの専門店、クミン。実はバーを昼間だけ間借りし営業していて、先月オープンしたばかり。そのビリヤニとは、厨房を覗いてみると数種類のスパイスと一緒に煮込んだ羊のお肉、マトン。そしてこれ何だと思います？お米。そうです、実はバスマティ米ですね。書いてありますね。そう、読んだんですね。でこのお米を茹でて先ほどのマトンに投入、さらにパクチーやフライドオニオンなどをトッピングした料理こそビリヤニなのです。パンチがありそうですね。見たことないメニューです。マトンビリヤニになります。おー、これがビリヤニですか。なんかパエリアのような、ピラフのような見た目ですね。こちらがネクストトレンドの予感、ビリヤニです。インドでお祝いごとにいただくご馳走で、東京では数年前から専門店が増え、札幌でもグルメ雑誌で取り上げられ、スパイスカレーの次に流行るのではと期待されています。インド料理なんですね。辛い、スパイスどうなんでしょうね。カレーのような味わいですね。でもすごいスパイスが効いてます。日本のお米とは違ってふわっとしていてパラパラとした食感なんです。柔らかい、ほろほろっとほぐれていきますね。で臭みもなく、ご飯との相性もすごくいいです。これすごいスパイスの味しますけど、はい、何種類ぐらい入っているんですか？全部で11種類ほど入っております。はい、こう抜けるようなスパイスの香り、それから深い香りというのがいろいろ混ざっていると思いますけれど。そしてビリヤニならではの楽しみ方が、それが小皿にある3つのソースで味に変化を。こちらライタというヨーグルトのソース、きゅうりも入っていて味気になりますよね。ヨーグルトソースかけて食べるってさっぱりするんですかね。コク情緒満点だな。おー、うん、合う。やっぱりヨーグルトをかけるとスパイス感がこうぐっと抑えられますね。ちょっとなんか辛いのが苦手っていう人もいいかもしれない。マトンの他にチキンや期間限定メニュー、今月はタコとアスパラガスのビリヤニがいただけます。テイクアウトもできるビリヤニ、この夏未体験の味にトライしてみてはいかがですか。もう専門店なんですね。本日と明日はお休みです。続いての専門店は、蓋を開けたらいい香りがします。やってきたのは JR 札幌駅の東改札。ここですね、札幌燻製専門店。
裏手にございますって書いてます。気になる。わ、ここだ。駅構内にある。すごいたくさんの燻製が置いてありますね。これ全部札幌駅東改札出口にある燻製専門店ザ・スモークショップ。家飲みにもってこいのおよそ25種類の燻製がずらり。道内に他に3店舗あり、こちらは先月オープンしたばかり。そしてここにしかない商品が。ちょっと面白いもの見つけちゃったんですよね。これお弁当も燻製していますって。これ本当にお弁当を燻製してるんですか。はい、あの燻製した食材を使ったお弁当もご用意してます。あ、本当だ。燻製鮭のり弁に燻製ザンギ弁当。はい、燻製専門店なので、じゃあお弁当に入れる食材に燻製をかけても面白いんじゃないかということで始めています。弁当箱を燻製するわけじゃない。そういうわけじゃないですよ。こちらが燻製した鮭の切り身が乗った鮭のり弁当です。そして大きなザンギが3つも入った燻製ザンギ弁当。揚げ物を燻製してるんですか。こちらのお客さんはザンギ弁当を買い上げ。なんかあの燻製になっているので味がコクがありそうだなと思って、はい、ちょっと気になってました、はい、こだわりの燻製。チップにはヒッコリーという木材を使用。香りが強くどんな食材にも適しています。また燻製の香りを生かすため塩を中心としたシンプルな味付けに。では育ち盛りの福永さんに、はい、燻製ザンギ弁当をご用意しました。永遠の育ち盛りでしょ、ね、初めて聞きました。そうだったんですね。その前に初めて食べますよ、ね、ザンギ燻製しちゃっていいのかっていうね。いただきます。お肉だとウインナーとかを聞いたことありますけど、この香り自体は普通のザンギの香りです。あ、ほほう。あ、パンデルと、あ、でもものすごくですね、ほのかにこう燻製のいぶした香り、ザンギの美味しさそのままなんですけど、香りがこう楽しめる。へえ、美味しいですね。いいとこ取りなんですね。ご飯との相性もいいですよね、うん、あ、美味しいよ。面白いですね。さあ、他にもまだまだこだわりの専門店ありますよ。続いての専門店は映える海鮮。東区の住宅街にやってきました。この辺りに映える海鮮の専門店があるみたいなんですけど、どこかな。あれ、見てください、看板がありますよ。気づくだろ、酒と魚ってこんなに大きな看板なのかな。こちらで海鮮メニューを出しているそうなんですが、あのこちらに映える海鮮があると聞いたんですけど、はい、その映える海鮮っていわゆる海鮮丼のことですか。はい、 お作りしますね。はい、早速まず丼じゃなくカップを取りましたね。はい、海鮮丼でしょ。ここにご飯を詰めていくんだ。パパじゃない、何か入ってますね。うわ、え、まずエビ、大きなエビですね。ららそこにエビを真ん中にこれは白身魚でソイですね。ソイ、はい、と本マグロ、マダイ、え、そこにウニまで乗せるんだ。ウニまで、うわ、すごい、どんどん乗っていきますね。わ、なんかキラキラしたビーズのようなものが乗っていきますね。お花まで、はい、すごい、急にポップになっちゃったよ。こちらは海鮮丼ならぬ海鮮パフェ専門店のカサナルです。夜は居酒屋で、昼間だけ海鮮パフェをイートインかテイクアウトで提供。こちらが映える海鮮パフェ。これ海鮮、ビーズのような海藻でできているものも、あのビーズのようなものは海藻でできているので、はい、食べられるんです。何ですか。こちらの、こちらに入れてもらって写真を撮ってもらってるんですよね。じゃあここの中に、はい、このカップごと入れるんですね、はい、入れてください、はい、撮ってもらうこと前提なんですね。
あらららら、いやこれはね写真撮りたくなりますね。はいチーズ、うん可愛く撮れました。どうですか、お花畑みたいですよね。花畑に海鮮がという、ね、海鮮に見えなくなってきました。面白い。それではついてくるウニ醤油をお好みでかけて、やっぱり真ん中にあるこのウニからいただきます。うわ、うん、濃厚で美味しい。やっぱり新鮮ですね。マグロも脂が乗ってる。うわ美味しい。道産のお魚をはじめ確かなものを仕入れています。他にはソイやマダイ、サーモンとてんこ盛り、そして大物が待っていました。エビちゃん、エビちゃんすごい、見てください、大きなエビ。すごい重さですよ。海鮮丼でもこんなエビ入ってないじゃない、ね、よくうまく乗ってましたね。すごいな、幸せ。酢飯にはとびっこ、卵、そして海藻でできたビーズが。ご飯の量はおよそお茶碗一杯と半分。他にも本マグロやサーモンの海鮮パフェ、そして甘エビがてんこ盛りのメニューもあります。コロナ禍で居酒屋が営業できなくなって、僕たちお休みになったんですけども、生産者の方々はみんな動いてまして、そこで僕たちも何かできないかなと思ってこういう商品を作りました。それが SNS 映えする海鮮パフェ。その狙いは的中し、 SNS を見て来店するお客さんも多いとか。見た目も可愛いし食べやすいし、今はインスタとかでも写真映えする方が受けがいいかなと思って、はい、魚パフェのエビ付きの大エビ付きのやつを買いました。今日ごめんなさい、誕生日なんですよ。あらお誕生日なんですか。おめでとうございます。18歳。勝手に、ね、決めないでください。こちらのお客さんは自分へのご褒美に購入されました。見ているだけで笑顔になれる、そして美味しい海鮮にお腹も満たされる、そんな素敵な海鮮パフェです。続いては海外旅行気分を満喫。白石区にやってきました。こちらで海外旅行気分を味わえるお店があるみたいなんですけど、どこの観光地なんだろう。うん、ありましたよ、ニーハオ台湾。台湾なんだ。やってきたのはこちらも先月オープンした台湾の食材雑貨の専門店、ニーハオ台湾です。いやー、いろいろな雑貨や商品が置いてありますね。こんにちは。ニーハオ。ニーハオ。なんか本当に海外旅行気分になった気持ちになります。店主の千葉さんは台湾出身で、日本人の男性と結婚し北海道に来て10年経ちます。そうですか。それでは行った気分で台湾へ出発。店内にはおよそ200種類の商品があり、見ているだけでワクワクします。これ花、ピーナッツですね。花と生って書いてピーナッツの意味です。落花生の意味です。あ、そうだ。これはどういう味っていうか、どういったものなんですか。甘ちょっぱい味付けで、ピーナッツと、うん、お風、ちょっと弾力あるお風と一緒に煮込んだ料理なんです。台湾では朝食でおかゆと一緒に召し上がることが多いんです。イーソン、イーソン、はい、タケノコの意味ですね。絵ね、タケノコ書いてあるし漢字も書いてありますけど、これ、はい、イーって読むんですか。はい、若いタケノコという意味で、穂先メンマになりますね。そうなんだ。はい、他にも漢字だけ見ても味が想像できないドリンクや、
夏のお出かけにおすすめ、可愛らしい雑貨も豊富。去年1年間ずっと帰省できなくて、自分もずっとインターネットで取り寄せたんですけど、やはり北海道ということで送料も高くて、じゃあ自分と同じく帰省できない台湾人だったり台湾好きな日本の方、こういうものもしあれば喜んでいただけるんじゃないかなと思い、オープンしました。では福永さん、村雨さん、はい、お土産を選んできましたよ。ありがとうございます。気になるものを見つけたんですけど、こちらの商品スタジオのお二人に試食していただくんですけど、この感じからしてどういった味わいなのか想像できますか？皮味、皮の味だから皮魚、マーラー干し。これ大豆でできたおつまみなんですよね。大豆、はい、辛そうだけど、イメージはそうですよね、感じの、皮と関係ないですか、大豆。あるんです、皮とはないんですけど、はい、全体を通しては結局我々答えを言わないと分からないです。それでは美香さん、漢字の意味を教えてください。はい、こちらですね、川味で読んで、四川、中国の四川、すごく辛い食べ物が有名なので、その意味でこのマラーっていうのは辛い意味のおやつなんですね。そうだったんだ、はい、では福永さん、村雨さん、お土産です。どうぞ召し上がってみてください。でもこれ大豆なんですか？大豆なんです。大豆を揚げて、揚げて、どうするんですか？お肉のように食べてみますね、とりあえず。はい、いただきます。いいから早く食べなさいって話だもんね。もうね、食べたことないですからね。あれなんかちょっとこう食感は油揚げのような。そうだね、食感で全然辛くないですね。むしろ甘いですね、なんかちょっと。あ、来た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 、あれ来ない？はい、甘じょっぱいです。いや、甘じょっぱいけど、あれビリ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 って今どこに来ましたけど、同じもの食べてます、ね、結構後味にピリピリっときますよね。あれ、まあ、確かになんかこうスパイスの香りはします。痛いほど辛くはないです。いや、すごい、私すごい来てるんですよ。まあ、ちなみにご紹介したニーハオ台湾さんは土日のみ営業していますので、はい、お願いします。はい、これ辛さには個人差があります。食べるところにもよるんですかね。いや、でもしかしここインドのビリヤニ、ビリヤニ、いや知らない料理は ね、この大変な状況を乗り切ろうとして出しているメニューがまた私たちにも新鮮さをもたらしてくれてるっていうのは嬉しいですね。またオープンしてるっていうのも本当頑張ってほしいなというふうに思いますよね。